男子2部3部1万メートル決勝は間もなく400メートルの通過。男子1万メートル岸本くんがペースを上げております。現在先頭集団の岸本くん、青山学院大学は今年の箱根駅伝において7区区間賞を獲得しております。先頭集団は4名です。